はい、どうも、百均です。今回、キャンドゥに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。LED キャンドルライト。こちら価格がね、550円の商品なんですけど、いくつかね、今までもね、こういうキャンドルライト、まあ、飾りというかね、置いておくものなんですけど、まあ、いくつかね、買ったりして見たことはあるんですが、今回買ってきたもの、こちらがね、リモコン付きなんですよね。こういう形で、12色のカラーバリエーションということで、色合いがちょっと変わるキャンドルライトということだったんで、ちょっと気になって買ってみました。こちらがね、松野工業株式会社さんの商品になってまして、一応ね、なんか珍しく対象年齢っていうのが、一応7歳以上ということで、まあ、おもちゃといえばおもちゃなのかなというとこですね。ライト自体には単4の電池が3本必要ということです。で、リモコンは CR2025 の電池が1個。これはまあテスト用の電池が付いてるみたいです。連続使用時間、約48時間ということですね。まあこういうキャンドルのライトとリモコンがセットになってるということで、まあどんな感じのね、キャンドルライトなのか、ちょっと見ていこうかなと思います。じゃあ早速開けていきます。中開けましたら、こういう形で、まあ、よくあるリモコンですよね。こういうカード型の。こちらが、ま、ついてまして、まあ、一応これ見ると、オンオフ。で、モード。で、タイマーボタン。4時間、8時間。で、マルチカラー。で、12色ですね。色がついてる。で、このリモコンですけど、このモードというところが、なんか揺らぎ点灯。もしくは常時点灯の切り替えということで、まあちょっと後でね、試してみようと思いますし、このマルチカラーのボタンに関しては、単色レインボーの、まあ、切り替えみたいですね。だからこれを押せばね、グラデーションでこう色がどんどん変わっていったりっていうのがあるみたいです。で、こちらがまあキャンドルのライトなんですけど、まあまあ一見したらね、ちょっとチャッチー感じかなとは思いますね。スイッチがここ、オンオフあります。こちらが電池ボックスになってるんで、まあ、ここに単4電池か。そうですね。単4の電池3本、こちらに入れる形になります。じゃあ早速ちょっと電池を入れてみようと思います。電池の方入れたので、ここのね、スイッチがありますんで、こちらのスイッチの方、オンにします。はい。すると、こういう感じでね、ライトが。わかりますかね。この部分が光ってて、周り反射してるのか、そういう形で全体的にキャンドルが光るようなデザインになってますね。ということで、まあ、一回このリモコンの方もね、ここ電池が今、これで電池が使える状態なので、まあこれで、まずオフしてみましょうか。はい、オフ。で、オン。こんな感じですね。で、ああ、なんか、このモード、揺らぎモードにすると、点滅揺らぎまあ、ちょっと今明るいんでね、部屋が。わかりにくいんで、部屋を暗くして見ていこうと思います。まずはオンにしますね。オン。各色を見ていきましょう。赤を押すと、赤こんな感じ。順番にね、上からこう押していきますね、次。次、緑。青。白。黄緑かな。紫。オレンジなのか、これ。ちょっと色の違いがね、この辺来ると分かりにくいかな。これで以上12色ですね。で、今赤にしてみましたけど、これでマルチカラーのボタンをね、押しちゃうと、こういう揺らぎの雰囲気が出ます。はい、もう一回押すと揺らぎが止まる。で、また揺らぎボタンをもう一回押すと、揺らぎ。まあ、要は、
ね、不規則に結構動いてる感じかな。ある程度のパターンはあるんですけど、こういった形になりますね。だから他の色で、まあ、揺らぎにすると、はい、こんな感じですか。で、レインボーのボタンを押すと、このカラーでしたっけ？マルチカラーのボタンですね。マルチカラーのボタンを押すと、グラデーションする。もう一回押すと単色に戻ります。以上ですかね。グラデーションの、これ、揺らぎっていうのはあるのか？いや、どっちかですかね。グラデーションさせてるときにはもう、この揺らぎのモードは使えないんで、どちらかですね。単色の色で揺らぎをするか、マルチカラーのボタンを押して、各色グラデーションで光っていくか。そういった感じになりそうです。まあ、いろんなカラーがあるんで、人によっては暗い部屋の中でこう、インテリアとして使う、キャンドルライトとしてはいいかもしれませんね。あと、個人的にはどの色がいいかなっていうとこですかね。今、揺らぎモードにしてみてるんですけど、色としたらね、どれが、まあ、キャンドルライトなんで、やっぱ黄色とかね、オレンジの、この黄色かな？これぐらいの色で、揺らぎモードにしてると、まだ雰囲気が、ろうそくっぽいかなっていう、とこですかね。そんな感じですかね。じゃあちょっと部屋を、また元に戻しますね。という形で、このキャンドルライトが、また売ってたのでね。ちょっと面白いかなというのと、まあこれからの季節ね、ハロウィンであったり、まあその先クリスマスであったり、ね、ちょっとまあ人が集まったりパーティーしたりとか、まあいろんなことにもこういったの使えるかなとも思うので、グッズとしては面白いかなと思って買ってみた商品ですね。一見すると、ただただ白い筒状のもので、少しちょっとデザイン的にはね、チャチーかなと。ただただこれがポンと置いてあったらちょっと何これってなりそうなデザインにはなるんですけど、いざ暗いところでね、明かり灯したら悪くないかな。まあカラーも選べますしね。で、揺らぎのモードがまあまあまだマシかなという感じ。まあただただ常時ついてるだけじゃなくて、ろうそくの雰囲気も味わえるかなというところだったので、いかがかなと思います。そうですね。今横から撮ってたんで、ちょっとこのね、ライトの部分、もうちょっと映してみましょうか。これが、まあ赤ですね。中心部、緑、青、で白、で、黄緑かな？これは。で、水色？ちょっとね、色合いとボタンの色合いがね、よくわかりにくいんですけど、まあ黄色か？で、もう一個、薄い水色。で、紫かな？ここがね、この紫とこれの色の違いはちょっと微妙ですね。はい。で、ちょっとまた青いもので、ピンク。紫に近いけど、まあ、これが多分ピンクかなというところです。で、揺らぎにするとこんな感じで真ん中の、まあ、ろうそくの炎の部分が、こういう点滅をしてます。という形で、キャンドルライトの方。こんな明かりの雰囲気になりますんで、まあ、こういったちょっとね、インテリア的なライト気になる人にはいいかなと思います。キャンドゥの方でね、こちらの方ちょっと見つけたんで、まあ、気になる方、キャンドゥさん探しに行ってみてください。はい、大きさですけど、全長がね、だいたい約15センチぐらいですね。で、直径約 7.5 センチ。で、カード、リモコンの方ですね。これだと、縦。これで 85.8 ミリ。まあ、8.6 センチぐらい。で、横が 39.5 ミリ。まあ、約4センチですね。厚みがね、約 6.1 ミリ。まあ、リモコンのサイズ感はそんな感じです。という形で、こちらのキャンドル、LED のキャンドルライトの方ね。まあ、ちょっとね、単色だけではないので、まあそういったカラーバリエーションも使えて、まあ揺らぎのモードもあるということなんで、こういったまあ LED のキャンドルライトが欲しい人には
いい感じかなと思いました。こちらがね、まあ今回買ってきた LED キャンドルライトリモコン付きということで、ジャンコードこちらになります。松野工業株式会社さんの商品になりますので、まあまあ気になる方はね、キャンドゥの方で購入してきましたので、キャンドゥの方探しに行ってみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。